スプレー。スプレーは、高圧の空気などのガスや、機械的な運動を用いて、液体を切り、泡などの状態で噴霧する装置である。液体の種類や、噴霧の量などにより、様々な種類のスプレーがある。また、駆動源の違いにより、管内の高圧ガスを利用した缶スプレー、電動ポンプなどによる、電動スプレー、外部の空気圧を利用した、エアスプレーなどがある。 エアスプレーのうち、塗装用のものは、スプレーガンや、エアブラシと呼ばれる。なお、ディーゼルエンジンの燃焼室に燃料を切り状に、噴射する噴射。ポップでは、早い時期から圧縮空気を不要としたものが主流となっており、それを、無機噴射方式と呼んで、旧来のものと区別する場合がある。ここでは、缶スプレーについて記述する。圧縮した空気などのガスにより、圧力を加えた液体を、 ノズルの細い穴から急激に噴出させることにより液体の微粒子が飛散する。空気やその他ガスと一緒に密閉容器に閉じ込めたものを全世界的にエアゾール製品と呼び、1920年代に欧州の学者によってプロトタイプに出来上がった。それより古い文献がない。一般に量産化されたのは第二次世界大戦中に米軍がカナドの殺虫剤、 防虫剤散布に用いた殺虫、虫よけスプレー、バックボンベと言われている。欧州エアゾール連盟、フェイアの定義的には、気化した液化ガス、または圧縮ガスの圧力によって、内容物を容器の外に、自力で、霧状や包状などにして放出させる製品として、認知されている。構造的に、アクチュエーターと呼ばれるボタンを押せば、あとは、 自分のエネルギーだけで細かい霧や泡を作り出すことができるのがエアゾール製品の特質であるため、いつでもどこでもボタンを押すだけで必要に応じて放出量を調節でき、しかも内容ものは密閉されていて衛生的、無駄が出ないなどの様々な特徴により、過去から現在まで多方面で利用されている。エアゾール製品は大きく分けて、キャップ、ボタンバルブリップチューブ、 体圧容器の3つの部分からなる。アクチュエーターと呼ばれるボタンを押してバルブを開くと容器内で圧力をかけられている原液と噴射剤の混合内容物がティップチューブを通ってボタンの穴から一気に放出。放出された内容物は原圧による噴射剤の急激な膨張によって細かいキリトなノズルの形状や内容物によっては泡やジェル。 氷などの突出形態も可能になる。製品の多くは使用時にノズルを上にして使用する要注意書きがある。これは容器を逆さにして使うと液体が噴出するより先に容器内のガスがなくなり噴霧ができなくなるからである。なお、エアダスターにおいては逆さで使用した時の問題点は本校とは異なる。詳細はエアダスター間の扱い方並びに その他の注意点を参照。ガスとして以前は不燃性で扱いやすいガスとしてフロンが広く用いられていたが1980年代に問題化したオゾン層破壊の懸念からの世界的議論を経て日本でも高圧ガス保安法が改正された。フロンが使用禁止になるとともに家庭用では LPG や DME といった可燃性の液化石油ガスが解禁され、 現在の主流ガスとなっている。また、ノズルの改良により、環境にほとんど影響のない窒素を利用可能としたものもある。化粧水スプレーや日焼け止めスプレーなど、化粧品や医薬品においては、圧縮された窒素、空気を用いるケースも多い。その他、家庭用の一部と工業用製品では、代替フロンや二酸化炭素も使用されているが、 地球温暖化係数の高い代替フロンの使用は、全速薬スプレーほか一部工業用品などのエッセンシャルユースに使用がとどめられている。圧縮ガスを原動力にしているスプレーは、小型化すると噴射力が弱くなり、ほとんど飛ばなくなる。このため、内容量が数ミリリットルのサイズの圧縮ガススプレーは、遠くまで飛ばなくても良い用途にしか使えない。しかし火薬を、 原動力にすればこの問題は解決する。スイッチを作動させると火薬の反応により管内が急激に高圧状態となり液体が急速に噴射していくため数メートルの飛距離が得られる。とはいえ一回限りの使い捨てとなるというデメリットもある。主な用途としては民間人の護身用催涙スプレーや小型の防犯機器などの組み込み用スプレーなどがある。 例えば物品についているロックを無理に外すと液体が流れるという製品はこれまでもあった。火薬を利用したスプレーを組み込むことによって、より液体を広範囲に飛散させることができる。当然、圧縮ガス式のスプレーでは大きすぎて組み込めなかった。スプレー製品につき、フロン、代替フロン充填製品については、フロンガス、代替フロンガスが火器と反応して、 復活水素その他の有毒ガスを生成する。可燃ガス充填製品については、可燃性ガスが火器と反応して、引火、爆発する。よって、どちらの製品でも、室内での使用は推奨されない。やむを得ず室内で使用する場合は、換気を十分にし、ストーブ、ヒーター、エアコンディショナー等の使用、水時や給湯用のガスの使用も、完全に中断しなければならない。 また、可燃性ガス製品については、ガスの室内残留濃度に注意を払わないと、換気のための換気扇や扇風機などの、モーター火花により引火、爆発する、風呂場などで、爆発事故例がある。機器に使用する、モノ、エアダスターなど、は、滞留した、可燃性ガスが、スイッチ、機構や、モーターなどの火花で引火、爆発することがあるので、確実に、 電源コンセントを抜いて放電させてから使用し、使用後も対流ガスが十分抜け切るまで電源をつないではならない。充填ガスの種類にかかわらず、本質は高圧ガス容器であり、室温を超える高温、目安として摂氏40度以上が長時間続くとガスの膨張により破裂する可能性があり、可燃性ガス製品では引火、爆発する。よって夏場で 直射日光が当たり続ける場所や炎天下での自動車車内、加熱調理器具や暖房器具の近くに置くのは危険である。スプレーの可燃性ガスを原因とした大規模な爆発事故も実際起きている札幌不動産仲介店舗ガス爆発事故など。一般に内容液のしぶきは広範囲に飛散するので吸入しないように注意する。防水スプレーは 吸い込むと呼吸困難や肺炎を引き起こすことがある。人体に使用するものヘアスプレーなど以外は原則として通風性に優れる古外通風設備のある室内、または作業対象物を閉鎖できるブース内で使用する。スプレー、カセットボンベ含むの廃棄時は完全に使い切ったことを確認して処理する自治体等の規制に従って排出する。 2003年頃までは使用済みスプレーを廃棄する場合、下記のない屋外で缶に穴を開け、ガスを抜くことが一般的だったが、穴を開ける際の怪我や因果など副次事故が多いことから、大半の自治体で使い切り、区分廃棄で対応することになった。2014年の時点でも、ゴミ排出時の穴開けについては必要とする。 自治体とガスを完全に抜く前提で不要な自治体に二分される。この点については、環境省が自治体に対して穴開けをしない方向がましいとの指導を継続的に行っている。なお、こうした廃棄方法が住民に徹底されず、安易に可燃物と一緒にゴミとして出されてしまう例があり、ゴミ収集車内や収容庫内などで爆発炎上する事例が出えない。 また近年製造されるスプレー缶は、使用後に内部のガスを抜くためのガス抜きキャップが付属されていたり、特定の操作を行ったりすることで、ガスがほぼ抜ける機能になっていることが多い。カセットボンベについては、日本ガス石油機機構業界は2007年4月から、発熱量が2000キロカロリー、H 以上のすべてのカセットコンロに対し、カセットボンベを加熱して、 ガスを使い切るためのヒトパネルの装着を義務化した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。